ジャスパー・ニュートン・ジャック・ダニエルは、アメリカ合衆国のウイスキー蒸留所経営者、ジャック・ダニエル・テネシー・ウイスキー蒸留所の創業者。ダニエルは、父、キャラウェイ・ダニエルと、母、ルシンダの間に生まれた13人の子供の、罰子であった。父方の祖父母は、18世紀末に、アメリカ合衆国へ移民しており、祖父、ジョセフ・ジョブ・ダニエルは、ウェールズ、祖母エリザベス・キャラウェイは、 スコットランドで生まれていた。ダニエルには、ウェールズ系、イングランド系、スコッツイコールアイリッシュ系、スコットランド系の先祖がいた。ダニエルは9月生まれであるが、正確な日付について確かなことは分かっていない。もし、1850年とされる、青年月日が正しいのだとすれば、母親の没年と矛盾が生じる上、ジャック・ダニエル社が1866年と主張する。 その創業の年に、ダニエルはまだ16歳だったことになる。一部の資料では、ダニエルの青年月日を1846年9月5日としている。また、2004年に交換された、ダニエルの電気、ブラッドウイスキー、ザライフタイムズ・オブ、ジャック・ダニエルの著書ピーター・クラスは、不動産登記の記録を根拠に、 1875年まで上流所は存在していなかったと主張している。ダニエルは生涯独身で子供を儲けなかったので可愛がっていた老いのレムモトローを後継者として育てた。モトローは数字に強くほどなくして上流所の長母一切を担当するようになった。1907年に健康を害したダニエルは上流所の事業を老いに譲り渡した。 ジャック・ダニエルの金庫ダニエルは、敗血症のため、1911年に、テネシー州、リンチバーグで死んだ。伝えられるところでは、敗血症に感染する元になった傷は、ある朝、金庫を開けられなかったダニエルが、怒って、金庫を蹴った時にかかとに折ったものであったという。ダニエルは、金庫の数字の組み合わせを思い出すのが苦手で、いつも手こずっていたとも言われている。 ダニエルの最後の言葉は、最後の一杯をくれだった。この一件は、2006年1月に、ロンドン地下鉄に貼り出されたポスターのキャンペーンでも、取り上げられたが、ポスターのコピーの最後の一行は、教訓、朝早く、仕事に行ってはいけないであった。上流所の見学ツアーでしばしば語られる冗談の、一つは、傷を治そうとしたダニエルは、 ひたすら自分のウイスキーにかかとを浸して殺菌しようとしていたというものである。ダニエルの死の経緯は、米国のケーブルテレビ専門チャンネルスパイクのシリーズ、センウェイズ2代でも取り上げられた。ありがとうございます。